こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon の、商品管理番号、記号ですね。それの説明と、あとそれと FBA で、商品の入庫がうまくいかなかった時の対応方法、これについてお話します。まず Amazon で何種類かのコードを使ってますけど、今日はそのうちの3つについて説明します。まず出品者が付ける SKU。これね、SKU っていうのは出品者が付ける番号です。まあ、実際にはね、指定しないで自動で付く場合も多いですけど、これは商品に対して出品者、つまり私たちが勝手に付ける番号と。で、次に FNSKU。これは Amazon のフィルフメントセンターがその商品を何という名前で管理するか。フィルフメントセンターが商品に対して付ける番号です。そして ASIN。Amazon スタンダードアイデンティフィケーションナンバーズ。ね。ASIN、ASIN。これは Amazon が商品について付ける番号。で、例えばですね、この商品に付けた番号、この B003ZYF3LO っていうのが、Amazon の FBA で付けたのが X00000E5 の TX だと。で、出品者が付けた SKU は AB-867530309。この3つは全部同じ商品を別な記号で表してます。で、例えば FBA に入れた商品ですね。ASIN コードが勝手に変わっちゃって、それがなぜか切り替えがされてないと言った場合にはですね、新しい ASIN コードで出品して、で、この FBA に入れた際のですね、FNSKU で、SKU で出品すると。そうすると、この商品が別な AC に変わって、この SKU で紐づいているというのが分かればですね、この FNSKU にもたどり着きやすいということになるんで、在庫が復活する可能性があります。最初、Amazon に問い合わせをするときですね、この SKU と FNSKU、それと ASIN、これが、分かってないと、なかなか話が噛み合わないんですね。この3つの用語は、在庫のトラブルの際は意識して使ってください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。